今度は携帯にしますか。はい、もう動き出してるけどね。でもこっちの方が見やすい、切るところも。まあそれはそうです。じゃあじゃあ普通の普通の電話で。いつでもいいだけんが。もう回っとるけ。あら。ちょっとビートルズみたいな感じ。映画。人間とかインっていうこと。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい。あ、うまいじゃん。なんか全然。同じ角度。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう何ですかね。忘年会も盛り上がりまして。盛り上がったんだ。ああ、そう。盛り上がったし。元旦のカニ鍋もですね。カニ鍋ですね。あんまりカニが届くのが遅くて、ね、電話して業者に電話したら、今下首都高を、ね、横に歩いてるんですね。このくらい遅くなって遅い、遅すぎるね。それら余り物のカニがあんまりちっちゃくてまずいもんだから、片物のカニのピースっていうのはほとんど持って帰るんですよ。これは新年会と忘年会と、うん、じゃねえや。年末の挨拶と続けた電話来るんじゃない。また電話ですね。あ、また来ちゃいましたね。大事な時に。バンドの方を、バンドです。重点的に。そうですね。お休みしようかと思って。あらら、あれやるんじゃなかったっけ。何年だ。あらま。にも6人も移動して、そんなこと言って。このままのやるよりも、一人ずつを PA に散らして、俺がこの店にいて、無償のように、回収するのが一番効率がいい。まあ、ピンハネ業全開ですね。はい、本州日帰りで本拠行きます。本拠ね、うん、北海道は、はい、前後がある小笠原諸島とか小笠原諸島いいですね。いいですね。コトレットとかね。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。はい、さあ明日はどうなるのかな。本当かよ。これ日付出ないよね。じゃあそういうことでよろしく。